あ、待って、本気？本気だ。高原です。今回ご紹介するのは名探偵コナンのクリアファイルなんですが、こちら正式な商品名ですね。名探偵コナン和紙クリアファイル、かっこコナンってことで、なんと私和紙の柄にしているやつのクリアファイルなんかなと思ったんですけど、今よく見たらですね、本気に和紙で作ってるっぽいクリアファイル。あれでもビニールとか、このクリアファイルのファイルの表面に和紙をつけてるのかな。そんな気はしているけど、表面はどう？これ和紙だわ。すごい。ということで、こちらがですね、まずこちら。そう、これね、とても見た目いいなと思って買ったんですけど、この桜の花びらとても綺麗だし、そして、今回映画関連じゃないものとして出てきたものの中では、割と私絵柄がとっても好きで買いました。こちらエドワー・コナン君です。素敵ではないかい？ちょっと日本語がダメだと。いや、いいわ。これ桜だよな、海じゃないよね。なんか和な感じ。いいね、かっこいいね。かっこいいな。これね、すごいいいなと思って買いました。これはなかなかおつな感じの風情のある作りになってます。名探偵コナン和紙クリアファイル。コナンくんです。これ確かね、他誰いたかな？平次いたっけ？キッドいたっけ？な感じだったはずです。いや、かっこいいわ。こうしてもわかる？うっすらとコナンくんが見えるの。クリアファイルってそういうのがいいよね。いや、本当に和紙だ。すごい。今気がついた。ちゃんとね、この先っぽがね、若干この和紙の繊維でケバケバしているんですよ。すごいね。和紙でクリアファイル作れちゃう。すごいな。そこに絵描いてるってことなのね。宝でした。